はい、速化塾の久保ですあの少子高齢化が問題視されて、まあ、対策も打たずにねそのままずるずるときた日本なんですけどもこれ対策を打ってどうにかなるものだったのかなっていうふうに思うこともあるんですよ。というのが少子高齢化が問題っていうねそのキャッチコピーを最初から考え直してじゃあ少子高齢化じゃなくてねたくさん生まれて早く死ぬっていうふうな形の方が社会は 健全なのかって考えたらそうとも言えないじゃないですかで少子高齢化であるってことは一人の人が長生きするってことなんですよねまあでも今日はねちょっと視点を変えてちょっと考えてみたいんですよ例えば平均年齢が85歳だとしますよねそうすると85歳でお亡くなりになる確率ってのがだいたい2分の1ぐらいになるんですよ二人に一人がお亡くなりになるつまり84歳の人口が 100万人いたとしたら、翌年には50万人ぐらいが死にますよって話なんですよ。そう考えていくと、結構考え方がね、わかりやすくなってきて、実は2024年っていうともう2年後でしょ計算によると、2024年から毎年毎年150万人の方がお亡くなりになるというふうなね、計算になるんですよ。これちょっとびっくりしませんか ?150 万人というと、 スペイン風邪がパンデミックを誇ってもうあらゆる人がししるだった時代に匹敵すするんですよ。またですねもう記憶に薄れていると思いますけども大東亜戦争まさにね徴兵制度で人が持ってかれて南方戦線で大量の人が餓死や上で死んでしまうと餓死や上って同じですよねまあ戦争で死んでしまうってことなんですけどもあの男性の極めて高い死亡率だった太平洋戦争ね大東亜戦争の 4年半、この時代に匹敵するような人が死ぬんですよ。つまり当時ってのはあの1つの集落村があったらね。若者がみんな持ってかれて、誰も帰ってこないみたいなで、日々白い箱を持ったあ。要するにね。あの戦争でお亡くなりになった方を弔うための行列が日々見かけられた時代です。それほど頻繁に葬式があった時期ですよ。それに匹敵する死亡者が。 再来年から起きるんですよこれいきなり起きるんじゃなくて今でも徐々に増えているんですよ今百数十万人の方が毎年お亡くなりになっていって来年はまた百数十万人の方がお亡くなりになるそして再来年は百五十万人以上がお亡くなりになるこれがこれから60年間に渡って同じように起きてくるらしいんですよね、大体平均して毎年150万人がお亡くなりになるんですよ人口の1%すごい数がお亡くなりになりますよね 150万人というと、どのくらいですかね。広島市の人口が110万人、広島県の人口が270万人と聞きますから、そうですね。島根と鳥取、それから山口の一部を足したような人口が1年でパッとなくなるってことですよ。これすごくないですかちなみに四国の4県の人口が、 400万人ぐらいだったと思うんですけども3年間で四国がなくなるぐらいの勢いの人口が減るんですよスポットね,そそうですよねだって重ねていますけども平均年齢が85と設定した場合84歳の人口が300万人いるとしたら翌年には2人に1人が死にますよっていうのが平均年齢ですからねそうなると300万人いた人口が翌年に150万人になるっていうこのぐらいのインパクトがあるわけですよ 全年齢でそうなるってことなんですけどねちょっと怖いですねこうなるとそれこそあのよく当たる宝くじみたいによくお亡くなりになるみたいなね、うん、そうなるとお葬式も焼き場も間に合わなくなる可能性がありますねこんなこと言う人がいました「棺桶をやると絶対に儲かると」人は生まれてきた以上絶対に死ぬから 一人に一つ缶オケが必要になる。しかも缶オケってのは中古がない。だから必ず新品が売れるよってことらしいんですよ。んなんだかその通りなんだけど恐ろしいような気がしますね。はい。じゃあね、これ、なんとも言えないですね。だからね、多少対策を取ったところでん、たくさんの人がお亡くなりになるっていうのは変わらないわけなんですよね。なんか困ったもんですね、そうなるとね。 だからどうするって話じゃないんですけどもこんな現象があったというそんな動画でございましたじゃあ動画概要欄にちょっと記事を載しておきますんでよろしかったらご覧ください